皆さん行きまーす。ジメジメしたし。ほら。スポスポス。あ、おはようございまーす。ほら、大きだよ。あ、あ。みんな映ってる映ってる。じゃあ行きまーす。これ乗るぞー。出しますよ。早い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 。おー、飛ぶ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 。ディスコの空港から地上へにジャンプ。おー、なんか意外とすっかり上がってない。おー、すごいすごい。普通の海見える海見える。おー、すごい。宇宙人が見えるかな。あ、見える見える見える。あの羽のところ。羽が邪魔だ。宇宙人よ。おかおかおか。シャメ、シャマな、シャメ、宇宙人、これこれ。着いてきました。アップしたいけど、置けちゃうかな。おー、映った、映った。大きな砂、左側。八鳥だ。これはわかるね。ここはね、ナスカ台地って言って雨が降らないので土地が焼けて黒くなります。その黒い土地を掘るから地上絵が見えるんです。で、だいたい深さは20センチぐらいなので、雨が降ったりすると土砂が流れ込んで見えなくなっちゃいます。だから宇宙人とか、ハチドリ、あれは黒いところに書いてるからよく見やすい。でもコンドルとか白いとこだからもうほとんど消えちゃってる。